はい、皆さんこんにちは、ジャック系チャンネルです。今日はですね、いきなりちょっとこんなユーズドの靴が映っていて申し訳ないんですけど、こちらの靴底の張り替えをご紹介したいと思います。こちらの靴はね、もう廃盤になっていて、これね、ニューバランスのクロスカントリーという靴らしいんですけども、まあちょっとこの辺も汚れちゃってるんですけどもね、まあ結構ね、大事に使っていたので、外装はそこまで汚れてないんですけど、問題はこの靴底です。見てください、もうこんなところにパカパカができてしまって、で全体にもうソールもですね、すり減って、例えばこのボツボツのデザインのここなんかもうね、ほとんどこの2個ですね、もうほとんど残ってないですね。でもうかかともこの辺がもう擦り切れて、ここなんかもう地金が出てきてしまっております。でね、こちらのね、靴底を張り替えていきたいと思います。でね、張り替える靴底なんですけど、残念ながらね、これと同じものっていうのは手に入らなかったんですけども、こちらまたね、例によってアリエクスプレスさんで、入手しました。これがね、意外と国内で探すとね、ビブラムソールとかは手に入るんですけど、こういうスニーカー用のね、靴底ゴムってなかなか手に入らなくて、これもね、ちょっと前のニューバランスとよく似たパターンですよね。はい、でこのようになってまして、こちらをここに当てて、こちらなんですけども、ここがね、まだデコボコしてるので、このままだとね、貼ると多分すぐ取れちゃうと思いますので、この靴底を剥がしていきたいと思います。で、剥がし方なんですが、こちらを使います。スクレーパーですね。こちら、うちにあったスクレーパーなんですけども、こちらでこの白い部分とこの黒いゴムの部分の間にスクレーパーを差し込んでいって、でこれね、無理やりやっていくとですね、中にめり込んでしまって、靴底に穴開けてしまいますので、うまくですね、これ本当にですね、グチルかゴム系の接着剤で止まっていると思いますので、このように剥がしていきます。でこれね、別にスクレーパーじゃなくても手で剥がれる部分はこうやって剥がしていきます。手でいけますか。問題はこのつま先、ここ剥がしすぎちゃいけないので、この感じですね。これでうまくつま先部分は残してあげる。こんな感じでつま先部分は剥がれました。かかと側も、ここから先はですね、剥きたくないところに切り込みを入れながら剥がしていきます。両側から攻めると、余計なところを剥がしてしまいましたので、大事なのはこの剥がしたくないところに影響を与えないように。はい、こんな感じで剥がせました。はい、こちらですね、ある程度最終的な形に近いサイズにハサミで切りました。完成するとこんな感じになるんですかね。あ、いいじゃないですか。でね、じゃあこれをね、いよいよここに貼り付けていきたいと思います。貼り付けるにはこちらを使います。シューグーですね。こちらはですね、靴のかかとがすり減った時に、そこを厚盛りしたり、あるいはこうつま先のゴムが剥がれた時とかに使えると書いてあるので、こちらを使っていきたいと思います。じゃあね、自然色ナチュラルと書いてあるんですけど、
あ、透明ですね。分けていくので約今半分ぐらい絞りました。はい、そしたらこれをアイスの棒みたいなもので伸ばしていきます。大事なのはこのつま先の部分とかかとの部分、やっぱ端っこがね剥がれやすいのかなと思いますので、この辺は特に念入りに少し厚めにこのスティックを使って塗っていきましょう。はい、そしたらですね、こちらにいよいよ合体。このつま先はね剥がれてきやすいと思うので、はい、ではね、一通り裏が貼れたので、乾くまでここに重しを乗せていきたいと思います。使う重しはこちら。重たい。これね、1個で、10キロあるダンベルですけども、これを2個使って、こちらにこのようにですねバラした重しをですね乗せていって、ガンガン、こんな感じですね、バラバラにして、はい、これで10キロですね。で、同じようにもう片側にも乗せていきます。ちょっと画面から出ちゃってますけども、右側も乗せました。はい、これでね、24時間、乾燥させていきたいと思います。はい、24時間経ちました。それではね、重しを外していきたいと思います。大体ね、ソールこんな感じになりました。あ、ここね、まだちょっと空いてますね。でもね、これでがっかりしなくて大丈夫ですよ。先ほど使ったシューグーってやつは、こういう隙間にですね、何回も塗っていくことができるので、このように端っこがちょっと浮いちゃってるようなところはね、追加で注入すれば大丈夫。あ、この辺は綺麗についてますね。あ、こちらもこの辺は綺麗についております。で、このようにはみ出たものはカッターで除去してもらうということで、まあこれね、普段はこうやって履いてるときほとんど見えないとこですので、まあ、機能上は問題ないかなというのと、まあパッと見はねかなり綺麗に直ってるんじゃないかなと思います。これでね、まあ、気に入ったスニーカーがねまた1シーズン2シーズン履けるのかなと思うと、いいハックじゃないかなと思っております。いかがだったでしょうか。お役に立ちましたでしょうか。もしね見て少しでも良かったなと思う方いらっしゃいましたら、高評価とチャンネル登録、あとはコメントの方でもっとこんなやり方がいいよと、こういう風にやった方がもっと簡単にできるようなどあればコメントいただければと思います。それでは皆さん、バイバーイ。